はい、本日はですね、引き続けて分かったクライムライトが買いな理由というところのお話をしていきたいなというふうに思います。で、クライムライトジャケットがですね、僕はバカみたいにですね3着も持ってるんですが、このように自分用で一応3着持ってるっていう感じになってて、これが5年前から持ってるアイテムで、こちらが3年ぐらい前から持ってるっていうアイテムで、こちらが1年前から持ってるっていう感じになってて、さらに我が家にはですね、嫁もこれ同じやつのサイズ違いを持ってるので、我が家には4着クライムライトがあるっていうことで、それぐらいクライムライトがいいと思ってるんですが、それの理由とかっていうのをお話していきたいなというふうに思います。でですね、このクライムライトジャケットっていうのはですね、どんな気候でも着れるっていうことで、結構気に入ってる方が結構多いかなというふうに思いますし、で、これがですね、高機能ですよとか、めっちゃハイスペックやでって聞くことはあっても、どう高機能でどうハイスペックなんていうのが、なかなか分かりづらかったりするかなというふうに思うので、その辺を極力分かりやすく、どういうところがあるから3万円超えるけども買いですよというところのお話をしていきたいなというふうに思います。まずですね、こちらのジャケットっていうのはですね、普通のジャケットとはちょっと一味も二味も違うっていうことになっててですね、何が他のノースフェイスのジャケットと違うかっていうとですね、これノースフェイスの中でもかなり研究に研究されて作られたアイテムっていうところで、ノースフェイス自体が力を入れて作ってるジャケットっていうところが、大きく違うかなというふうに思います。詳しくどういう研究をされてるのかっていうのはこれから喋ってはいくんですけども、めちゃくちゃブランドとしても力を入れて作ったっていうのが、今からお話しするところで分かっていただけるかなというふうに思います。僕は別にノースフェイスの店員でもないんですが、僕はこれ気に入ってるので、そこを力説していきたいなと思います。で、こちらはですね、一つ目としてノースフェイスのアイテムのこういうジャケットタイプの中でもですね、比較的軽く作られてるっていうところになってまして、それはどういうふうにして軽く作ってるんかっていうところを今からお話していきたいと思うんですが、軽くしてる理由としてはですね、この生地の厚さを極限まで薄くしてるっていうところが特徴になっててですね、数値が、具体的には数値があるんですが、この厚さっていうのを20デニールっていう厚さにしてるんですが、それはこのノースフェイスのジャケットの中でもかなり薄い方のジャケットっていうことになってます。なので軽量に作られてて、ただ軽いっていうわけじゃなくて、薄く作られてるので、より着た時にしなやかに動けるようになってたりとか、やっぱり分厚いと結構動きにくいことってあると思うんですけど、薄く作ってる分、その分しなやかに動けるというところがまず一つ目の特徴になってますので、軽量に作られてしなやかに動けるというところになってます。ちなみにこれがですね、1着 270g っていう重さになってるんですが、だいたい重さで言うとリンゴ1個分っていう感じなんですが、それがピンとこうへんっていう感じはですね、実際着てみる感覚として、着てみてもこうジャケットを着てるなっていう感じはほぼないっていう感じで、さらっとなんか羽織ったかなぐらいの感覚の、重さっていうことになっているので、軽量というところになってます。で、2つ目の特徴っていうのがですね、これ実はですね、中に裏の生地が、これが素肌でも着れるようになってるっていうところになっててですね、このジャケットは長袖の時に着る用でも考えられてますし、半袖の上からでも着れるように考えているので、この裏地に直接肌に当たってもいいような素材を使われているということになってます。ただですね、これは直接肌に当たって気持ちいい素材ではなくて、半袖でも着れますというふうにしてるので、気持ちいい素材では特にないんですけども、一応半袖とか素肌でも着れるっていうのも考えられて作られてるというところになってます。なので季節とかであれば夏とかも着れますし、あと春とか秋とかでも着れるっていうことになってるので、半袖の上からでも長袖の上からでも、それこそインナーダウンの上からでも着れるということになってるので、着れる時期が結構幅広いかなと。真夏は着れないと思うんですけど、真夏以外は着れるかなと思います。で、ちなみにですね、余談なんですけど、この裏地のところにバッカーというのが貼ってあるんですが、このバッカーっていうのは何かっていうと、直接肌に触れてもベタベタ貼り付かないように編まれた生地っていうのを貼り付けられているというところになってるので、そのバッカーがあるおかげで半袖でも着れるというのが一応仕組みという感じにはなっております。で、3つ目がですね、考えられた可動域っていうことになってるんですが、一番最初に冒頭でもお話した通り、ノースフェイスの中でもかなりテストとか力入れて作られてるっていうことで、このジャケットはですね、実は平面で作られてるジャケットではなくて、立体的に作られてるっていうことになってて、もともとカットする、生地をカットする段階から、立体裁断で切られて作られてるっていうことになってるので、平面的なペタペタした生地を合わせて作ってるっていうわけじゃなくて、いかに動きやすく、例えば肘のところやったらこうカーブしやすくなってたりとか、あと腕を上げた時にでもこう裾がついてこないような可動域が作られてたりとかっていうことで、何度も何度もプロの方とか、それこそ登山のプロとか、あとシーカヤックのプロとかの人に着てもらって、その上で動けるかどうか
テストした上で作られてるっていうことになってるので、動き自体もアスリートが使っても問題ないような設計というふうになっています。まあ、なのでまあほとんどの方がこれ多分使うのってアスリートのプロじゃないと思うので、一般とかで使うの考えたら全然可動域とかは問題ない。例えば腕上げても引っ張られるとか突っ張るっていうことは全くなくて、全然動きやすく作られてるっていうところも、まあ、僕は気に入ってる一つのところになってるんですが、まあ、ブランド自体も力を入れてるという部分になってるようです。でですね、今よく流行りのストレッチ素材ってよくユニクロとかであったりとかすると思いますし、いろんなブランドであると思うんですけど、これはストレッチが効いてない状態になってるので、もう裁断の形から結構こだわって作ってるっていうことになって、ストレッチを使ってない分長く着れるというところにもなってます。この長く着れる理由っていうのは、まあ、僕が他の動画でも喋ったりしてるので、あの気になる方はそちらを見ていただければいいかなと思いますが、まあ、10年以上は着用できるという感じになってます。でですね、次はですね、あのサイズは結構タイトになってるっていうことになってですね、あの細身に横は作られてる割には動きやすい、まあ、先ほど言ったみたいに可動域とかしっかり取られてるっていうことになってるんですが、これ特徴としては横が細い割には縦は長いっていうことになってて、この腕の袖とかは結構長めには作られてはいてるんですが、こういうベルクロって言って、あのベルトで調節できるようになってるので、例えば腕がビヨビヨに余ったとしても手首でしっかりこうやって止めてあげればそれ以上ビヨビヨになりませんし、この止めた上でさらにこのゴムも効いたりとかしてるので、横幅は細いんですが、まあ、縦はあんまり気にすることなく、多少サイズが大きくなってもこうやってベルトで締めちゃえば何とでもなるので、まあ、横幅で合わせていくっていうのが一番このジャケットの正しいサイズの選び方かなと思います。まあ、ちなみに僕はですね、このジャケットは M サイズで持ってて、こちらも M サイズになってて、この2着とも M サイズなんですが、まあ、これに関しては XL を持ってるということで、 L はないんですが M と XL を着用してるっていう感じになってるんですが、 M サイズに関しては本当にジャストサイズっていう形になってるんですが、やっぱこれは2サイズ大きいので袖とか結構余るんですけど、先ほど言ったみたいにこのベルトでしっかり留めちゃえば全然落ちてきたりしないので、まあ、その辺とかはあの考えられて作られているので、まあ、僕にとって XL は横は相当大きいんですけど、まあ、逆を言えば中にいっぱい着込めるという感じにはなってます。まあ、なのでサイズの選びとしてはやっぱり横幅とかを見ながら合わせていって、やっぱり着込むんやったらサイズ上げていった方がいいし、着込まへんやったらもっとサイズは落としていけると思うんですが、まあ、縦の長さは結構余られる方が多いので、まあ、そこは別にベルトとか、あとまあこの裾であればドローコードっていうこのコードがあるので、これを引っ張っちゃえばしっかり裾とかもしぼめるので、まあ、縦の長さはそんな気にすることないかなというふうに思います。で、次がですね、やっぱりこれいいところもあればちょっと悪いところもあってですね、やっぱり劣化はしてくるんですよね。っていうのも生地が劣化するっていうわけではなくて、こういう細かいあの金具の部分であったりとか、こういうドローコードのプラスチックの部分であったりとかっていうところは、これどうしてもやっぱ劣化の対象になっちゃうので、まあ、仕方ないかなというところになりますので、この辺っていうのは早ければ 2,3 年で、まあ、劣化するんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに僕はですね、このジャケットはこの真ん中のジップを丸々全部変えてるんですが、まあ、それも多分 3,4 年ぐらいでちょうど劣化して壊れたっていう感じで、具体的に壊れた感じはですね、このジップを上げよう、締めようとして上げようと思ったらもうパチンって取れちゃって、まあ、壊れたっていうことで、まあ、修理出してみたらですね、修理はこのジップごと全部変えるっていうことになってるんですが、まあ、ジャケットが 3,4 年経ってたんで同じ色のジップっていうのはなくて、当時出てる色であれば使えるっていう感じになってるので、こういう色物のジャケットっていうのは何年も経っちゃうともう廃盤になって同じ修理品っていうのがなかったりするので、まあ、多少色の変化っていうのはあるんですが、まあ、そういうところさえ問題なければもう何年も着ていけるっていう感じで修理して着ていくっていう感じにはなってるみたいです。まあ、なので色がどうしても気に入ってる方とかは結構修理の時に色味がちょっと変わったりするっていうのは、まあ、これはちょっと仕方ない部分かなというふうには思います。で、まあそれ以外にもですね、一応その細かい部分もそうなんですが、その生地自体もちょっとデニムっぽい当たりと言いますか、こう使い込んでる感じっていうのもやっぱり多少は出てくるって感じで、やっぱ5年6年経ってくると結構このボコボコした感じ、デニムっぽい当たりっていうんですかね、まあ、こういうところがちょっと出てくるかな、全体的にこういうのが出てくる感じになってるので、まあ、その辺とかはあやっぱちょっと劣化というか、まあ、ちょっと使い込んでる感じはあるなっていう感じには見えます。まあ、それ以外別にこうやって遠くから見てて劣化してるなっていう感じはないと思うんですけど、まあ、近くで見たらあちょっと古いんやなっていう感じはします。まあ、例えばノースフェイスのこのロゴの裏側にこうシールが貼ってあるんやろうなとか、
このゴアテックスって書いてるところの周りこうやって見たらこうシールがここ貼ってあるんやろなとか裏からあるんやろなとかっていうのがなんとなく分かったりすると思うんで、まあその辺は多少は仕方ないかなと思います。で最後はですね、このジャケットを購入した際にこういう一緒に袋みたいなのがついてくるんですけど、この袋もですね、あのノースフェイスってロゴが入ってて、でこれをジャケットがこのまま畳んでいったらこの中に入れれるっていうことになって、でそれをカバンの中に掘り込んだりできるんですけど、この袋っていうのがですね案外なくしがちってことで、僕は3着クライムライトあるんですが、もうこのジャケットの袋以外全部なくしたっていうぐらい、これ結構なくしやすいので、まあこの辺はちょっと注意がいるかなと思いますので、まあ、僕はもう2つなくしちゃってるので、あとはラストこれ1個っていう感じになってるんですが、まあ、持ち運びはあんましない方からしたらほぼ使わないものなんですけども、まあ持ち運びをよくしある方は結構あの大事にされた方がいいと思いますので、はい、なくしがちというところになっております。はい、ということになっているので、最初冒頭でも言った通り、このノースフェイスのブランド自体もこういろいろ研究して、まあ、可動域広げたりとか、もちろん雨とかにも濡れたりしても大丈夫なようになってたりとか、あと折りたたんで袋に入れれるようになってたりとか、まあ、極力劣化しづらいような仕様にしてたりとかっていうところを考えて作られてて、まあ、それを踏まえた上で僕も6年とか着てて、まあ、3万3000円やったら、まあ、買いなんやろうなと思って、まあ、今回ご紹介してみたっていう感じにはなってるんですが、まあこれは本当にどんなシーンであっても、あのどんな天候であっても着れますし、どんな時期であっても着れる、まあ、もちろん真夏は着れないんですけど、それ以外は着れるし、中のインナーが何であっても着れるっていう感じになってるので、まあ、これちょっと僕はですね、あの切り替えの色味になってるんですが、こういった単色であれば私服とかでも結構着れると思いますし、こっちやとちょっと私服というかスポーツ感が強いと思うので、まあ、こういった感じの色味であればあの結構長く着れるんかなというふうに個人的には思ってます。まあ、なのでクライムラディートジャケットはまあ買いかなというふうに思ってます。はい、ではですね、最後はまあ着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思うんですが、サイズ感としてはですね、先ほど言ってたみたいに横幅が結構タイトで、まあ、縦に長いっていうことなんですが、僕やったら結構あの M サイズやったら本当に袖はジャストぐらいっていう感じになってて、まあ、横もジャストっていう感じになってるんですが、まあ、僕が178センチ65なので M でも全然着れるんですけど、まあ、身長から言えばまあ L サイズが妥当な感じっていうことやと思うんですが、まあ、基本は横幅で見るっていうのが一番いいかなと思いますので、まあ、最後はそちらを見てもらってお別れしたいなというふうに思います。はい、ではですね、また別の動画でお会いしましょう。見てもらってありがとうございました。Together